熊本県のオンライン移住フェア「熊本移住大作戦」ナビゲーターのマッキーです。ここからは三船町で実際に農業を営む移住者の堀永さんにお話を伺ってまいります。それでは堀永さんどうぞお進みください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀永さんはどちらから移住してこられたんですか。と、はい、僕は福岡から移住してきました。 割とこと都市部の福岡福岡もいろんなところありますけれども,、はいえっと、もう都市部ですね、もう福岡インター降りてすぐのもう全然、えー、東区というところなんですけれど、はい、も,うもう農業とか全然もう全く程遠いような環境のところだったんですけど,そ,こですけどそんな町子の堀永さんが、はいえー、熊本に移住してこられて、はい、今、農業やっていらっしゃってもう何年ぐらい経ちますか今、農業して、まあ、本格的に始めたのはもう3年前ぐらいからで。 それまではもう、えー、とずっと農業の,そのバイトだったりとかそういったところを経験しながらですね、自分でやっていきたいなというふうに思いを固めていたいような感じですね。それではゆっくりお話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞお席の方に移しますさあここからはお席を移動しましてゆっくりお話を伺っていきたいと思いますがまずはその福岡から熊本、はい。 移住して来られたっていうのは熊本に移住するというのが先なのか、はい、農業をしたいというのが先なのか。そうですね。もう熊本に移住したいっていうのがもう一番きっかけですかね。それはどういう理由で熊本に移住したいと思われたんですか。そうですね。僕自身がその福岡時代に介護職を五年間ぐらいずっとやってたんですけども、まああの介護職自体は僕はあの正に合ってるというか。 僕自身はずっとやりたい仕事ではあったんですけどやはり都市部の,その介護の,その事業というかそういったものにすごい疑問を感じ始めた時があってですねで、まあ、僕自身もその都市部の,その生活だったりとか暮らしだったりとかっていうのにすごく違和感を感じててただそれがなんか明確に何,何が嫌なのかっていうのはよく分かんなくてでも僕自身がそこでその将来性をちょっと見出せ ないでずっとなんか悩んでた時期があってですね、まあ、そういった時期があって、まあ、僕の知り合いが熊本に移住してたんでそういったきっかけで熊本の方に移住ししてきましたそれまで熊本には例えばご親戚とかご友人とかそういう,こう、はい、ご縁が何かあったりしたんですかそうですねもう僕自身のその親戚とかが熊本にいたっていうのはもう全くなくてですね もう本当はあの僕の知り合いがあのシェアハウスといって共同で生活するような場所、まあ、移住者の人で構成されたようなシェアハウスというコミュニティがあってですねそれをつてに僕は熊本に入ってきたような感じですねで熊本に引っ越してきて、はい、で最初は熊本でもその都市部にいらっしゃったんですか。いやえー、っと熊本はは最初はあの多摩 の方に住んでて、はい、そちらの方ではのみかんの収穫の仕事だったりとかあとはその移住者コミュニティの中でもその農業をやってたのでそういったところの農業の手伝いだったりとかっていうので最初はスタートしましたじゃあ熊本の玉名、まあ、にいらっしゃってで最初に触れたのはもう農業のそういう世界で、はい、でもそ,で、ね、そこから自立して自分でこう農業を、はい でやっっっっててていいこうっていうきかかけってあります,かそうです、ね、僕が農業を本格的にしたいなって思ったきっかけっていうのが、まあ、熊本地震ですね熊本地震の時はちょうど玉名にいたんですけども、まあ、その時に僕はずっとイチゴ農家さんで働いてたんですよねで、えー、と周りの,その移住者のコミュニティの中でもやっぱり熊本地震で被災された方のボランティア活動とかに行ったりとか。 そういったところで精力的に活動されてる人とかもいたんですけど、まあ、そういった中でその被災した方であのお米農家さんがいたんですけどその方がやっぱり被災してちょっとお米作りを断念されてた部分があったんですね、まあ、そういったところに僕があの被災者支援として、まあ、そこが一番最初のお米を作るきっかけになったところで、はい、それは三船町だったんですかいやそれは熊本の えと東区の江津っていうところですね、はい、そこでもう5町ぐらいもう大規模農家さんなんですけどそこで初めてお米作りに携わってで僕がもう一番感動したのはその自分でその作ったお米が自分の家にあるっていう、うん、もうその安心感というかふ普通は何かお金が、ねうん、皆さんお金がたくさんあったらすごい安心するとかそういったところだと思うんですけど僕はそうじゃなくて。 そのお米っていう今まで僕が対価を払ってたものをそうじゃなくて自分で作り出してそれが自分の,その体となりっていうか、まあ、そ,そのなんか直結する感じですかね、うん、そこがすごく魅力的でもう僕は作っていきたいなっていうふうに思いました。で実際にににそこから三船町の方にまた、はいえー、移住されて本格的に、はい 農業を始められて、で,、ね、で今もお米作りを主にやっていらっしゃるんですか。そうですね。えっと僕が移住しているところはあの吉武水源っていう,、はい、もう熊本名水百選にも選ばれてる。水がね美味しいところですね。綺麗で,、ね、でめ,めちゃくちゃ綺麗なところで、うん、でここがもうえっとまあ普通平坦部とかはですね結構そのまあ用水路があって生活排水とかもちょっと一緒に混じったりするようなところなんですけど。 まあ僕が作ってるところはもう水源の水からそのまんまもう生活サイズが水が混ざらないもうまんまの水が入ってくるようなあのすごくあの環境がいいところなので水がすごくおいしいところってやっぱりこう米が非常においしいということでそうですねでお写真を今日はお持ちいただいてまして、はい、実際にそのあ、はい、こちらが今堀永さんがやってらっしゃる田んぼですか、はいはい、これがあの僕がやってる田んぼの一部ですね。 これ今どう、はいうどういう状況なんですか。あこれがですね、うん、えっとまあ上の方は掛け星しをしてて、はい、これはえっとまあもちごめなんですけど、あの一部ですね。僕はこういう昔ながらの掛け星っていうようなまあ景観とかもすごく美しく見えるしですね綺麗<え>、はい、なんか昔ながらの日本の風景っていう感じがしますけど、ねはい、確かに今この 影でなかなか見かけること実際にはないんじゃないかない、ね、と思うんですけど、はい、今はもう基本的には機械での乾燥っていうのが主流でやはりあの保存とかもですね保存のことを考えるとやっぱりあの水分量をちゃんと合わせてでそれで保存した方が米自,身米自体もその悪くなりづらかったりとか、まあ、保管が効くっていう意味で機械乾燥をする人が多いんですけど、まあ、昔はもう機械もなかったので、うん、こうやってかけ かけ干し,してです、ね、お日様の光で乾燥させていったとっいう部分があるんですけどこれもまたあのお日様で乾燥するとあのビタミンが入るんですねビタミンが入ったりとか、ね、またその、うん、普通の機械乾燥とお日様で乾燥させるのもちょっと違いがあったりとかっていうところもあってです、ね、その日光の恵みみたいなものもここには加わっていったり。ただ 手間としてはもう大変だったから機械化していったんだと思うんですけど、うん、う労力的にはもうあの労力的にはもう今お米を多分普通のまあ卸問屋とかあと JA さんとかそういったところに卸す価格ではもう間違いなくやっていけないようなうん、うん、そ,そんぐらいやっぱ労力がかかるんですよね掛け星しっていうのは。 で一部もち米をやってらっしゃる、はい、ということですけどそれっってどこかで手に入ったりしますえともち米とかはですね、まあ、基本的にその、まあ、あの種っていうのは、まあ、いろんなところで販売はされてるんですけど、まあ、それこそ JA さんとかで販売もされてるし今、まあ、個人農家さんで種取りされてる方も結構おられるので、まあ、中山間地に関しては結構、えー、種取りされてる方も多いかなっていう。 で出来上がった堀永さんのお米っていうのはどこかで買うことができるんですか、はい、あそうですね僕のお米はですね基本的に僕に連絡してくれたら買えるっていうふうにはしてるんですけどすごいレアなお米になってるわけですね、はい、すごい手間暇かけたそうですねただどうですかお味の方はあもうすごく美味しいですわいいですね、はい、そして他にもあの田植えかなあこちらの写真ですねこれはどういう作業中ですか、はい これは機械で植えた後ですねあの捕食作業って言って、はい、えとどうしても機械では植え,植えれないところっていうところに最後人力でですね捕食するんですけど、はい、でやっぱり平坦部と比べてその中山間地はいびつな田んぼが多いからです、ねはい、真四角だったら結構きれいに植えれるんですけど、うん、どうしてもこうカーブがついてたりするとこの写真なんてまさに <laughs> そうですね 植えられないような、ちょっと難しい地形ですよね。はい、難しい地形です。でトラクターで耕してても、やっぱりこのカーブで。こう、カーブのその右側。とかが、こう盛り上がったりとか、片側が盛り上がったりとかするんで。うん、そういった機械の使い方っていうのも。結構難しかったりとか。で、森永さんのところは。はい、あの、写真でもちょっとわかりますけど。棚田なんですよね。そうです、棚田ですね。棚田っていうことは。はい、より、そのトラクターとか。 なんか大きな機械とか車両が入りづらい、はい、そうですね,ですねやっぱりあの山間部はあの、まあ、面積的には狭いんですよね。はい大体、はい、いい平た部とかって言ったら一旦とか、えーまあ、10アールとか、うん、まあそういったある程度広いもの広い区画整理をされて皆さん工作するんですけどやっぱり昔ながらの地形がちょっと維持されてる部分はあるので基盤整備とかもされてないので、うん、もう本当ちっちゃい枚数を ある、数多くやるっていうような感じなので。うんうん、やっぱり一つの包丁で完結。できるのと、やっぱたくさんやるのっていう移動とかもあるんで。そうですよね。棚田だったら、あの坂になってるわけですから。そうですね。こ、そこの移動も。ね。あるわけでしょ移動も大変だし、あとは平田部と違って、その。畦周り、畦って言って、その田、はい、田んぼと。田んぼの間にあるところですね。うん、あそことかも。 あの場所によってはです、ね、あの,のり面ていって言傾斜がついてて、はい、そこの傾斜も草刈りしなかったりい、はあ、けなかかったりとかそかあ,あそこの傾斜部分の手入れまで込みの棚田なんですね。そうですで山間部はもうほんと平坦ん部のほんと5倍ぐらい労力がかかると言われてて草刈りもですねあの夏場の時期なんかもう2週間でもう一気にまた生えるんでそうなんですねまあ僕は除草剤とかは使い,使いたくないあそうですかはい。 でもここで例えば生まれ育っていて、はい、まあ代々受け継いだ田んぼだからやってるとかではなくて、はい、あえてこういう土地を選んで移住してこられて、はい、こういう農業手間のかかる農業やっていらっしゃるっていうのは何かか理由があるんでですすそうね、まあ、僕も入った当初はそこまでもうただ漠然とです、ね、あの水と,あと自然環境が豊かなところで。 やっぱり食べ物は育てたいなっていうふうな思いがあって、まあ、もう本当漠然とそこで入ってきたんですけどでもやりながらすごく感じるのはその棚田の,その有用性というかですね、えっと、今その棚田っていう、まあ、熊本っていうのは地下水が豊富じゃないですか。はい、で、えっと、平坦部の人もやっぱり地下水飲まれてる方とかも結構おられると思うんですけども、まあ、そういう地下水とかはですねこういう棚田とかに 水が張られてそれがじわーっと下に落ちることによってその地下水が保全されるんですよ、うん。でそれを一気にその水路でブワーっと流しちゃうとあのもうその水路はもうただ海にもうすごい勢いで流れちゃう。でちゃんとその地面にじわーっと浸透させてゆっくり下に流すことでちゃんと水が保全されるっていう側面もあるのでそういった棚田の有用性であったりとかっていう。 そうなってくるともう自然環境の大きなサイクル考えてそうです、ね、もう農業やってらっしゃるっていうことになりますよね、うんはい、であとはやっぱりそ,の、はい、それこそやっぱり上から下に水は流れていくわけじゃないですか。うん、っていうことは上でやっぱり農薬だったりとか化成肥料とかそういったものを使うとその、えー、肥料分っていうのがじわーっと下に流れていってしまう、うん、それが海に流れていく でまあ、タマナとかもそうだと思うんですけどやっぱ農薬っていうのがやっぱ海に流れてるで海に流れるとその海の産業がまた、ね、本来は山からの,そのミネラルだったりとか栄養が海に流れて海でもいいものが育つっていうところの,その関連性もあるんですねだけ僕の農業だけじゃなくてその水産業とかにもすごく影響を与えてるっていうふうには僕は感じててですね そういう自然サイクルにも思いを馳せながら農業をやるっていうのは、はいはい、例えば、もう戻り戻って福岡にいらっしゃるときにはもうそういうことを考えていたわけではないですよねもうやはり熊本に、ね、移住してこられて、はい、徐々にそういうふうに自然栽培にこだわるようになってきた、うんはい、何かこう理由といいますかきっかけとか出会いっていうのはあるんですかそううですね。まあうん。 まあもう本当に今の結構状況とかを考えるとですねまあ今コロナ禍で結構大変な思いをされている方とかも結構たくさんいると思うんですけどもなん何だろうなまあその自然環境をすごく僕は無視されているようなところがすごく今、蔓延しているのかなというふうに思っていてまあ経済最優先というのを皆、結構言われるじゃないですか。経済最優先でははなくてやはり 僕たちの生活とか営みっていうのがすごく重要でそれをちゃんと継続しないと、うん、結局ずっと問題が問題だって、うん、言ってるだけでずっとこう何も解決しないまま、はい、こうデフレスパイラルのように問題がねどんどん回っていくっていう,そ,うで、ね、その中でこう農業の役割もあるんじゃないかっていうそうですねで僕ははややっっっぱぱそそのの負のスパイラルをです、ね、止めたいと思ってるしそれはやっぱ 子どもたちにちゃんと残していかないといけないと思うんですよね。うん、あの本当に僕たち大人が子どもを守るっていう感覚で、あのいろんなことに携わらないと、あのもう本当子どもたちに負の遺産を子どもたちにツケを回しているような状態っていうのが、うん、もうずっと続いてるような気がしてですね。そういったところをやっぱあのこのコロナ禍っていうのはすごく気づきも与えたと思うんですよね。そういったところでやっぱりもっと自然を大事にで自然にもうちょっと 立ち返るような生き方っていうところをもうちょっと考えていきたいし、僕はその山間部のその生活っていうのはすごくあのこれから伸びしろがすごくあると思ってます。で、やっぱり山間部って田舎だからとか何もないとか言ってるけど、実際住んだら何もないこと全然なくて、もうあの僕が一番最初に感動したのはあの朝目覚めた時その山間部に一番最初に住んでで。 泊まった時もう夜はめちゃくちゃ怖かったんです。最初は真っ暗ですもんね。真っ暗で、うん、でちょっとイノシシの声とか、<laughs> そうそう鹿の奥鳴き声とかね。鳥の鳴き声とかね。いろいろ鳴き声しますよね。でなんかすごく不気味な感じはしたんですけど、うん、でも朝起きるとですね、すごくあの気持ちよくて小鳥がさえずったりとかですね。でそうしてなんかずっと暮らしていくうちに夜中も全然怖くなくなって、で満月の日なんかもすごく綺麗でですね、やっぱり街って 光があるんまりこう、うん、空とかそういったところを見上げたりっていうことも皆さん少ないと思うんですけど山間部っていうのはもう本当にもに真っ暗だけどそのし、まあ、月明かりとか、うん、そういった時はもうすごく綺麗で僕はもう結構つあの満月の日とか散歩したりとか、うん、明るいでしょ満月だと、はい、でもそういうものって、まあ、都市部に住んでいるともう親の世代ぐらいからもう 忘れられていった、はい、まあそういう環境だと思うんですけどうん、うん、今お写真ありますけれどこれ、えー、堀永さんのご家族ですね。はいそうです、うん、で今ご家族で、まあ、そういう,こう山間部で、はい、え生活をするでこれは数年前のお写真になりますかそうでですねこれは三船町に移住して1年目の写真で はい、じゃあお子さんももう少し今大きくなられてあそうですね今この子は3歳になってます<ー>、はい、でもう一人今、あのー、新しくですね、あのー、新メンバーが新メンバー加入しましたが、はい、増えてます<ー>じゃあ結構にぎやかで 2> 2そうですねあのそういう山間部での家族での暮らしっていかがですか子どもさんたちにとってもいやもう子どもにとってはもうすごくいい環境だなって思っててあのー それこそ土土いじりとかできたりとかですね。まあ、僕も家庭菜園とか、まあ、もう傍らでするんですけど、その家庭菜園とか。そういった場所で、まあ、子供は子供で、なんか土遊びとか、まあ、全然、もう、あの、せっかく、ね。おもちゃじゃないけど、土を、ね、土とかね、石ころとか、木の枝とか。そうそう、拾って遊んでるんですけど、それ、ですごく楽しそうなんですよね。で、親が勝手に、やっぱりを。 思い込んででるだけ何かこう物を買い与えることがいいことだっていうふうに思い込んでるけど実はそうじゃなくて子供って遊びの天才で何か自分で勝手にいろいろ遊んで物を見つけて遊んだりとか僕はもう実体験というかですねそういった遊びの中でいろんなことを学んでもらえた方がすごく子供にはいいなと思ってるしうんうんそういった子がやっぱりあの 世の中を作っっっててていいいいいももらいたいなううふうにも思ってるんでん、はい、じゃあ農業を始めて、まあ、農業と出会って農業のある暮らし、はい、でまあ夢を叶えていらっしゃるような形だと思うんですけれども実際のところこう福岡から熊本に移住してこられて地域おこし協力隊だった時期もあり、はい、で今農業をやっていらっしゃってこう全体として振り返ってみて、はい、あの感想としてはいかがですか移住しての。 移住しての感想としてはですね、はい、もう本当にあの大変なこともたくさんありますやっぱり。でもそれはあの多分田舎に移住するとかそういう話ではなくて、新しい環境に身を投じるっていうことはやっぱり大変なことっていうのはすごく伴ってくると思うんですよね。まあそういった中で何を自分はそのそこで価値を見出せるかっていうことがすごく重要なのかなっていうふうには思ってて、で僕はやっぱ山間部のそういう生活っていう。 ところは、うん、自分にもいいし周りにもいいしあとはその今の世の中には本当にこれから必要になってくる部分であると思うんですよね今希薄になっている部分がすごく山間部には、うん、詰まっていて、まあ、例えば人のコミュニケーションであったりとか今はやっぱり子がすごく個、うん、で動く人が結構多くて。で 参観部っていうのは集落単位でなんかこう草刈りだったりとか周りの環境を維持だったりとかっていうのはやっぱみんなで寄り合って自分たちの,その生活周りの生活環境を整えるっていうようなそういう横のつながりっていうのがすごく重要なんだなっていうのも気づかせてもらえるしあとはもう知らない別に身内じゃないおじいちゃんおばあちゃんもやっぱ自分たちの子供とか見ると「あ大きくなったね」とか、うんうん、あとはその。 すすごい喜んんででくれるん,ですよ、ね、なんか僕全然僕その親戚じゃない人もなんか自分の子どもの成長を喜んでくれるそういう環境の中っていうのはすごくいいなと思ってるし、まあ、それこそシングルマザーとかですねやっぱ街で一人で抱え込んでる人とかっていう人にとってはすごくいい環境なんじゃないかなっていうふうにも 思ってます確かにあの子育てで、えーまあ、ワンオペとかもあったりして女性が一人で子育てを抱え込んでいるというのがわりとこう社会問題に最近なっていたりしますけれども確かに山間部の,あのコミュニティの中だと子どもみんなで育てようよっていう空気ありますすもんんねねそ,そ,そうなでよ仕事とかも山間、ね、部ならではのちょこっとした仕事それこそ農作業であったりとか、うん、ちょっとした仕事っていうのがいくつもあるんですよね。 でやっぱりそのなかなか子育てしてる人ってね一日ずっと働くとどうしても子どもたちがほったらかしになってたりとかするけど、うん、ちょこっとした仕事ならねちょっとやりやすかったりとかあとはまあそういう田舎の雰囲気であれば別に子ども連れてきて仕事したりとか、うん、そういうことも別に、ね、いちいち許可取れなくてもいいし、うん、なんかそういう自由さっていうのはすごくあるのでなんかそういったところで。 まあ、とにかく世代交代交ですねもう三冠馬も今60代とかがもう若手って言われているようなそういう環境なので,、うん、でやっぱりどうしてもその60代70代80代の人とかっていうのはやっぱり、うん、自分たちの先っていうのはある程度見えてるわけじゃないですかでその違う世代僕たち若い世代のその先っていうのをやっぱり今の上の人たちにも見てもらえるっていうのはやっぱ子供だと思うんですよね。うん 子どもがいることによってその地元の人たちもそこの山間部の先のことを考えられるようになるっていうそう子どもは未来だってよく言われたりもしますけれどもそ,う、ね、そこのこう集落が続いていくためにもやっぱり世代間でね、うんはい、いろいろこう受け継がれていくものが大切なんじゃないかと思いますしまあ 例えばもうこの YouTube チャンネルどこででも見ることができるわけですけど、はい、もうすごい大都会で見ていらっしゃる方にとってはすごいこう憧れの性格 <laughs> うわいいなそういう贅沢な環境がまだ日本にあるのかっていう、うんうん、そのぐらいの生活だと思うんですが、はいはい、でもここで一方 あの逆にそういうこう山間部に移住してくるということの大変さっていうものもあったかと思うんですけど、何かこうご苦労であったりとか、まあこういうことは気をつけておいた方がいいとか、そういうアドバイスってありますか。はいはいうん、まあ僕はですね、えっとまあ農農業に関して僕は大変な思いをしたのは、まあ一年目はとにかくあの田って普通に平ダ部と違って作業量も多いし。 あとその、まあ、水を入れるんですけど水の入れ方だったりとかあとまあ水を入れる量であったりとかどうしても水路はちっちゃいんでその,、まあ、いその棚田をの周辺の,その人たちでのルールがあるんですよね、うん、あんまり入れすぎると他のところに水が入らなかったりとかそういったところっていうのはやっぱ地元の人とちゃんとコミュニケーションを取りながらやらないとあのなかなか自分で勝手に 思っってたたらら後後かかちょっとと悔したりとかで結構田舎の人っていうのはでで見てることが多いんですよあの気にはなってるけどこう喋ってこなかったりとかこれはこう勾配とかなんかこう言ってくれないですよねどちらかと,いうとこっちが聞いたりとかなんかモーションかけたら全然あの教えてくれたりはするんですけど、まあ、そういったところであのとにかく自分から聞くとか自分からその頼る僕はその頼るっていうことがすごく重要だなっていうのは この3年間ですごく感じててどうしても自分一人でなんかこうやらないとって思っててうん、うん、やってしまうと、うん、実はそれがあの遠巻きに見てる田舎の人からしたら、うん、あ,あれはいかんないとかなんかそういうふうに見てたりする可能、うん、こともあるんですよね。うん、で後からちょっとと言われたりとかっていうのが、うん、なんかこう気持ち的に自分の中でもあなんか、ね、不安になったりとかっていうところはあると思うんですけど。まあ、とにかくその、うん、頼る うん、もう本当に熊本の人はもうすごく気さくであのすごい力になってくれますもうた、うん、頼るっていうことさえできればもう本当に力を貸してくれると思うので、はい、もう全然構えなくてとにかく僕は、うん、一回すん住んでみたら分かるかなっていうところです、ね、その空気感が、はい、でも確かにあの熊本県民の、まあ、県民性として頼られたら。 もうすごく頑張っちゃうっていうところあると思うんですよね。はい、なので、まあ思い切ってこう頼ってみる。うんうん、ただあの本当現代社会では自己責任自己責任って言われてたりして、うんうん、自分でこう抱え込んで苦しんでしまう場合ってあると思うんですけど、うんはい、まあ例えばそれをちょっと一回忘れて、はい、周りの人にどんどんこう頼ってみると、うんそ,ね、そこでの暮らしがなんとなくうまく回っていくような、うんはい、そういうこともあるかもしれませんね。はい、そうですね。もうぜひあのもう構えずにですね、とにかく。 で僕は,その僕はもうその農業でとにかくいろんな人とコミュニケーションを取れたのであの農業で入るっていうところはすごく熊本は入りやすいところで中山関心とかはもう特にそうですねもう話がすごく早いです農業で入ると。うん、やっぱり農業で入ると皆さんあの気にしてくれるしでちゃんと1年目はあの僕はもうズタボロだったんで結構言われたんですけど2年目からその言われたことをなんか。 いいろろ踏まえてですねちょっと頑張ってみようと本腰入れてやってみようと思ってしっかりやったら2年目からもうガラッと集落の人のその対応というかそういったものが変わって見方が変わってですねですごくやりやすくなった部分も大いにあるしあとはもうそれこそ先ほど言われたようにあの中山間地はもう一回作って信用さえしてもらえればですねどんどん話が農地の話とかもどんどんくるんでうんもう逆にちょっと。 あのセーブしないと危ないぐらいの <laughs> <laughs>、はい、自分でちょっとセーブをしとかないとこれもうやっていいよ、うん、やっていいよみたいなねいきなり話がぐるぐる回りだすんどんどん話が入ってくるんで<ー>そういったところはやっぱり、うん、ちょっと気をつけないといけない部分ではあるかなと思います、うん、ぜひ三船町に移住を検討されているという方もしいらっしゃれば堀永さんのような先輩もいらっしゃいますのでね、はい、ぜひご相談していただきたいと思います。はい 三船町に移住された堀永さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました素敵なお話聞かせていただきました